さっきの4回の角中のフォアボールですね。そうですね。そこですね。ランナーにタッチ、おっと回転して投げましたが一塁はセーフになりました。大丈夫でしょうか。平野痛めていませんか。この後タッチして勢いでランナー引っかかってるんですね。そうですね。落ち方は大丈夫ですね。でもあの体勢で投げれるんですから、いやちょっと普通では考えられませんね。すごい身体能力ですよね。そうですね、本当ですね。さっきの4回の角中のフォアボールですね。そうですね。そこですね。ランナーにタッチ、おっと回転して投げましたが一塁はセーフになりました。大丈夫でしょうか。平野タッチして勢いでランナー引っかかってるんですね。そうですね。落ち方は大丈夫ですね。でもあの体勢で投げれるんですから、いやちょっと普通では考えられませんね。すごい。身体能力ですよね。そうですね、本当ですね。痛めていませんか。この後